長さんの隣。こんな感じです。63よっと。レッツさんの方がなんかでかそうな感じね。でかいっすよね。満足ですよ。わあすごい、65だ。そうだ、すごい。赤ハリでないよこれはいいわ、最高。生徒さん、魚持ってください。悔しいな、ね、ちょっと今日は本当によっしゃ。あ、田中ちゃん、何センチ？63センチです。ギラギラしたの入ってるわ、袋に。ああどうですか？水に入ってるから余計すごく見えるレッドさんの6号はどんな感じですか？動画でもらっていいですか？いやー、やばい。おめでとうございます。ありがとうございます。私の負けです。初です、こんな大きいのお疲れ様でした。ありがとうございました。でもものすごいフラストレーションが決まりました。失礼ながら田中帰りますって言えますもん。すいません。20人ぐらい入って20分の3、3人で釣るってないもん。なわけだ、1人ぐらい釣れないやつ。ありがとうございます。すいません。まあ見てた、今釣るから。七丸釣るから見事に SSP だけですね。ですね。ね、俺もそうでした。うん、なんかイワシカラーでしたね。イワシ赤ハラのイワシです、ね。すごい、あんなの持ってない。あれ結構ありますね。あ、人気ないやつなんだあれ。うん、へえ。関係ねえってことか。これ動画出た瞬間もうまた売り切れになる。やろう。こけろこけろこけろ。おはようございます。おはようございます。いやー。すげー久しぶりじゃない。うん。朝まつめ明け、どうもお過ぎです。いろいろありましたよ。もうね、もういろいろ終わってるから。なんかお腹いっぱいな顔してません？俺はお腹いっぱいの意味違うけど。ちょっと違う。違う、うん、あれどういうこと？一応魚今探してますけど。魚？ん？お腹いっぱいだな。ありがとうございました。え？63センチ。おお、すげえ。65センチ。すげえ。む。おお。当たりもなしぐらい、無。無、うん、当たりもなし。はい。で、もうこの場所、今はもう終わりました。そんな違う。ちょっと、この竿を今年初めて使うんで。なるほど。ちょっと。ルアー通す？ルアー通す？どうする？しなりだけちょっと。うん。オッケー。スギちゃんだってそもそも動画に登場するのがめちゃめちゃ久しぶりじゃん。そうっすね。嬉しい？
いやー嬉しいっすね。いやもうだってこれ巻いたの1月ですからね。おお。楽しみすぎて。いやこの後どうするって話なんだよね。おお。取れてます。うん。うん、いいぞいいぞ、いいよいいよ、あ後ろのレッドさんの差を気をつけてこれねえねえいいよいいよ、あとはこれいいとこでちょうどよくカットしてくれるからパッて多分だってこれ閉まってる人いますもんよくわかったね、よく気づいたね、閉まってる人いる、ほら俺はだってほらもう振り抜いてたから、ついてるうん、やる気が、うん、やる気が溢れてますね、やってたのよ、散々パラ振ってたのよ、全然違うでしょこの俺の顔とさ、はい、こっちの2人の顔のなんか感じが違いますね、うん、そういうことなんで、ちょっと疲れた、うん、疲れ飛んでるでしょ、飛んでますね、日常の疲れまでも飛んでんだから、こんなに気持ちいいもんなんですね、ドラマックリックでどうしたのよ、誰かステラ買ったって聞いた、ステラもらったって聞いたんだよ、ステラもうだって閉まっちゃってるから帰ろうとしてんだから、だって連れてる人は帰れるんだよ、だそうですね、うん、だどうするって話、入婚できた、元吉さんだってもう今うんやるか山岡屋の二択じゃないですか今のところ、いやだからおすぎちゃん来たでしょ、はい、もう僕はもうあの10時に会議ですけど、海でオンラインちょっとズーム会議なんで、ああびっくりした、ズーム会議なんで海で会議してやろうと思って、会議したんだ、なるほど、オンラインなんでズームなんで、ね、それは背景海にしましたそれこれは2時間だけ振りますとりあえず、でここでいやわかんないです、こういや場所があれなのか、10時ってもうあとちょっとじゃない、あと1時間半です、まあ、だったらここか、ここが振るかしたら、いやでもしあれだったらスッツ弁慶ですか、えでもちょっと遠いっすよね、ちょっとっていうかちゃんと遠かったよね、まあ、30分ですね、ちゃんと遠いですね、ああエントリーしてくる来てる方いるから、あれはさっきいた人だよ、あこの横にいた人でぶっこけました、魚は魚車乗っちゃった、あ63センチ、63センチだって動画見てね63、65だもん、ソフトさんの人たちだ63センチ63センチだった、65だよ、だってマジで気持ち悪い魚だった、ほんと65、うん、変な形してんの、平べったい、平べったい、うん、フナかと思う、ペラブナ的な、ペラブナのちょっと大きくなったやつ、すげえ、いるんですね、レッドさんも俺もちゃんとテンパったからあこんな余裕ないからやべえ喋りすぎたっていう、このねエンディングなんだかオープニングなんだかわかんない動画切っていいかな、そうっすね、はい、いいと思うこの後どうなるかはわかりません、お疲れ様でした、ありがとうございました、ソルトさんの隣